人が出会ったのは今年の秋。お願いします。東京のとあるスタジオです。女子のトップを決めるレディースチャンピオンで史上最年少23歳で優勝した大山千尋選手、そして今年の7月王座を奪還し WBA 世界ミドル級チャンピオンに返り咲いた村田諒太選手、この2人のチャンピオンがいよいよ初対面。早速ポスター用の写真撮影が始まります。村田選手は大山選手のヘルメットがちょっと気になったようです。すぐに親しくなった2人、撮影は順調に進みました。そして2人の王者によるスペシャル対談がスタート。頂点に立つ者同士の本音トークで盛り上がりました。もう負けた試合から学ぶことがものすごく多いです。じゃあ負けた試合見れます？自分の。あ、負けた試合はもうものすごく見ます。あ、見れるんですか？すぐ見に行きますね。私は1着以外は負けなので、はい、僕も負けた試合とかダメだったし、勝ったけどダメな試合を見ることによって成長してき、できたんです。あ、だから2人の距離がぐっと縮まる対談になりました。たった今対談を終えました村田選手、そして大山選手です。お二方お疲れ様でした。ありがとうございました。この服装について大山選手いかがですか？自分ですか？はい、そうですね、普段ドレスなんて着せてもらうことないので、はい、恥ずかしいですけどいい記念になりました。ただ大山選手見ててもこれ綺麗じゃないですか、はい、ボートの方結構綺麗な方多いですからね。そうですね、そういった目線でもなんか皆さんボート楽しんでもらってもいいんじゃないかなと思いますね、うん。さらに2人の強さと秘密に迫る3つの質問を直撃。まずは本番前、集中力を高めるルーティーンとは？何も考えないようにする。でも呼吸にだけ集中する時間をちょっと作る、まあ、できるだけ考えない時間を作ってからリングに上がるって感じです。はい、大山選手は？私もちょっと似たような感じなんですけど、ギリギリまで作業をして自分をこうバタバタさせてというかですね、うん、してレースに行く方がいいですね。続いては戦うための最大の武器とは？スタミナであったりとかパンチ力であったりとか、そういうフィジカル面だと思うので、まあそれをやっぱり最大限に活かしていければ僕がいい試合できるかなと思ってます。スタートとか整備とか、まあ、プロペラとかいっぱいありますけど、やっぱりターンのレベルがっていうのが武器ですね、うん。はい、最後に目指す真のチャンピオン像とは？団体も多いので分かりづらくなっているので、みんなが村田一番強いよと思ってもらえるかどうかだと思うので、まあ、そこですね。大山選手。そうですね、私たちの仕事も毎回勝てるわけではないので、まあ、今で言うと峰さんみたいにですねこの人がチャンピオンだって思うような方かなと思います。今月28日平和島で行われる第1回 BBC トーナメント、今年の実力者が集まるこのレース、大山選手の意気込みは？たくさん揉まれてもういっぱい勉強して帰りたいなと思ってます。たくさん揉まれてなんて言ってますけど、はい、遠慮せず勝ってもらって帰ってきてもらえばいいなと思います。はい、ありがとうございます。村田選手から大山選手にエール。チャンピオン同士お互いを高め合える場になりました。